イノセントレター。はい、というわけでやり直しました。パソコン再起動させました。なんなんだよもう本当に困るわ。もうね、配信がね、いつねバグるかがわかんないのよ。もう怖いわ。よし、作業か。予約できる。もう人がね、あの話をしてる時に途中で切れられたんで、もうイラッとしますよ私は。あ、ちなみにこれあの本当はこっちね、本当っていうかあのね、あ、マイクが邪魔。あ、もうマイク邪魔。あ、マイク邪魔。狭いですね基本的に、あの僕の作業机は。これがね、あの先帰ってたら楽ですね。はい、あれあれ、いや一緒にしてたっけ難しいんですよね、ゆうぎって。とりあえずね、あの資料は開きながらね、あのやりますね。あ、違う、プレビュー開けばいいんだ、こっちのプレビューで。なんかクリスタってこのプレビュー機能乗らないんですよね。クリスタっていうか OBS のキャプチャーだけだと乗らないんですよね。あれ、配信落ちた。これあれ、あ、よかった。ゆずきって難しいんですよね。何が難しいかって頭の形の取り方なんですよ。ちょっと何言ってんだこいつとかも感じかもしれないですけど、もうちょっと長いんだよな、ね、マジでね、むずい。ゆずきはむずい。髪のバランスの取り方がね、すごくむずい。他のキャラがとかがあの簡単っていうわけではないですけれど、かといってあのね、そうなんだよな、難しいんだよな。なんて言うんだろう、セミロングの中でもちょっとな、特殊ってわけじゃないけど、ちょっとウェーブかかってるんですよね。それがね難しい。やっぱ正面イラストつまんねえな。顔が大きいのが気に入らないな。ちょっとだけ修正しますね。
ああ、そっか。はい。あ、ちなみに私非常に眠いので、あ、ちょっと待って、どこだ？眉毛のレイヤー。はい、あった。配信始めた瞬間に眠くなるのって何なんだこれ。やめてほしい。こっちとらウキウキで配信準備して、よっしゃ配信するぞイエーイってなった瞬間に OBS っていうか YouTube が悪いのか OBS が悪いのか結局分かってないんですけれど、ちなみに今画面何も動いてないのはあれですね、ファイルを作ってるからです。めちゃくちゃ眠いです。はい、というわけで、あ、ちょっと待って、なんか変な線がいるな。もういいか。僕って基本的に髪の色とかって自分で作る、髪の色っていうか肌の色かスポイトするんですけど、まあ結構こういう色はあれですね、ちなみにちょっと今ガチで眠かったです。だから現在は執行犬で眠いんですけど、さっきちょっと今ちょっと意識飛びかけた、危ね。ちょっといろいろあって疲れてるんですよね、まあ、疲れを言い訳にするつもりはないんですけどね、本当は。チラミってあれなんですよね、もうちょい明るいんだよな、
記憶が今消し飛んだ一瞬、怖い。めちゃくちゃ眠い。あーやばい、これは体が寝ろと。ん？ん？ちょっと待って、ん？ん？ん？違う、やばい、意識がちょっと待って、自分でもね今何をしてるか分かってないんですよ、やばいよ。どこだよ。あ、ダメだ、もう眠くて分かんない、今何を書いてるのか全然分かんない、なんで紙がこんなにずれてるのかも分かんない、ここだけ。俺拡大縮小するときに失敗した、変形するときに。ちょっと待って、マジで眠い。俺今どこに書いてんの？あ、やべえ。やべえ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 。すいません、ちょっと今意識が飛んでました。いや今週はね、今週はしょうがないです、はい、言い訳をさせてください、言い訳タイムです。今週に関しては許してください。今週はですね、この時間帯寝てるんですよ今週は。あ、何これ、お、なんでか、ん？眠い。あ、なんだ。あ、しかもあれなんですよ。もう今クリスタが思い通りに動かないからイライラするんですよね。クリスタが悪いのか。
バコムが悪いのか何が悪いのか知らんけどさ、本当に今あの今僕が今使ってるこのワコムの液タブ反応がちょっとゴミでして、今書くのがもうストレスなんですよね、それのせいで。まあストレスでどうにかなりそうっていうぐらいにはちょっとやばいね。シンプルに腹が立つね、あの仕様に。 何それっつって、無事いらんけん。今意識が飛んでた、危ねえ。シャツ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 、やべ、本当に無意識のうちに今寝てたわ、申し訳ない。こんなに普通になんか寝れるのかってちょっと感心しちゃって、逆に。ん？あれ？ちょっと待って、どれが一体どのレイヤーかが分かんなくなっちゃった。意識がもう一旦飛ぶとダメだな。
完全に今記憶が飛んでる。そのぐらいには、あ、で、なんでスポイト取ったじゃん、スポイト取ったじゃん。あ、やばい、眠い。やべえ、めっちゃ眠いよ、助けてくれ、超眠い。どれを消したいわ、こっちだ、ですな。よし、で線が
柱なのかわかんないんだよな、色が。うん、あれあれあ、あれ、資料用の画像が拡大縮小ができないというよくわからない現象に陥った。え、なんで？一番参考になる資料が使えないんで、もう困っちゃったよ。なんだよ。サガヤさん眠いんだから。冗談抜きで眠いんですよ今。うんけど。ちょっと待って。ネクタイがないです。どこ行った？ネクタイのファイルがどこで色塗った？あー。マジで眠い。どうよ、冗談抜きで眠すぎる。やばい。ネクタイがない。どこ？やべ、意識が飛んでた。あ、
あれ？ネクタイ、ん？ネクタイどこにいんの？雑談できね。今すっごい眠い。ほんと。原因その1、普段ならこの時間寝てる。早番の時のこの時間帯もすでに寝てるんですね。爆睡状態ですよ。ちょっとダメだ、意識が。もう意識が速攻で切れる。あ、待ってマジでね、みー。最近さ、悲しい事件多くないっすか？結構絵描きの方が亡くなられてしまっていて、私はもう悲しい、眠い。ちょっと待って、俺この線いつ描いた？描いた？俺の記憶がある。ん？あ、もうな、日本語すら喋れねえんだけど俺。やべえな。色がわかんなーい。ててあ、ちょっと目が覚めた。いくつかその基準っていうかあるんですけど、喋ると目が覚める時があるんですよね。
で、今シャツを消しちゃったんだ。これシャツのレイヤーだ多分、知らんけど。シャツのファイルがどこだ。シャツえ、シャツのファイルなくね。あ、シャツのファイルは元からなかったわ。じゃあ、しろ。助けて、マジで眠い。あ、記憶が飛びそう。俺今ね、あの制服をどうやって色塗りしたか記憶がない。あ、話したいこととかがいろいろあるんだよ。来年のコミティア、あー、何？なんで？まあ、色は混ざってもいいんだ別に。なんで混ざってもいいかっていうとね、あのこの後白で塗りつぶすからです。はい、で白を塗りつぶした後にさらに上のレイヤーから肌の色をスプレーで取って、そこからね、透明水彩でこうね、あの、こうやってちょこちょこちょことやれば、でもこれでできると。でね、あの、僕は寝ぼけているんでね、あの、線画にね、あの、めちゃめちゃ色が乗っかるっていう感じなんですよ。さてっと。きっと広いんならきんないと。あ、ちょっと。プレビュー一回終了しないとダメなんだ。クソ者なんだよな。そうね、ちょっとね。今ね、プレビューが無能なんですね。はい、本当はね、あの僕無能とかそういう言葉はね、あんま使わないようにしたいんですけれども、あのどうしようもなく無能なんですね。あの、何なんだろうね、真面目にイラッとしてしまうぐらいには無能でしたね今日は。やっぱね、チュラムネのヒロインズたちは魅力的なんですね。あ、待って、ちゃんとした色が取れそう。ちょっと待って、開くわ。ちゃ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 。くすんだ色だ。だいぶくすんだ色だ。もうちょい明るい色にしとこ。銃弾とかやったりするから、銃弾とかやったりするんで基本的に明るい色を使っておきます。そして、めちゃくちゃ影を落とします。はい、ちょっと昨日の感覚が残ってないんで、ちょっと描けるかどうかわかんないんだけど、
で昨日のこれこの目の感じにちょっと統一したいんで、難しいんだけど頑張ります。でもあとね、あの今クリスタの画面が反応がクソ悪いんで、私はブチ切れそうなんですよ。こんな感じかな。これね、だいぶ昔じゃない、僕はこの書き方してたの多分中学1年2年いや2年3年ぐらいか。1年の頃はそもそもキャラクターイラストを書いてなかったからね。ちょっとめんどくせえ。あんまね、あのこういうことやらない方がいいですよ。皆さんは、皆さんはちゃんとね、あの手書きで書いた方が。あ、目が覚めてきた。温度の関係だな、多分。で、こいつちょっと明るいんで、ちょっとパソコンの、普通にパソコンのディスプレイが、あ、明るくて邪魔だ。あ、そうだそうだ。覚醒したから。これ結合しないといけないんだ。あ、今度は待って、寒い。この温暖差。書いてたから、ちょっと最近なんかね、緑系だな、こんぐらいかな。わ、同化粧で完全に色被りダメだわ。何色、どこにもっと青か。ちょっと待って、ゆずきさん、ゆずきさん、ちょっとなんか違いますよ。聞いてた話と違いますよ、ゆずきさん。ゆずきさん、聞いてた話と違いますよ、ゆずきさん。これ何色だ。あ、4かゆずきが出てこない。から。くすんだ、結構青系だな。あの今実際にあの今画面っていうかね、塗りつぶして歩いてるとだいぶ違う。じゃあちょっとね、あの色相をいじります。トゥ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 、こちらの、本当に若干緑が混ざってるんだよ。こんなに青っぽくないんだよ。スクリーンの方であれか、スクリーンの方、こっちを、これよくある方法ですね。青系とエメラルドグリーンってすごく合うんですけど、今ちょっと参考にしてる画像があんまり似てない。そっちも、そもそもユアの方は似て、もう似てないんですけど、こっちの方があのサイドが合わせやすいんですよね、色味が。こっちの青はね、若干緑がかってる分で、ね、ちょっと調整が難しいんですよ。もうちょっとあれだな、色は違うな。
サイド落として、こっちのミドルも多分だいぶ緑したせないと難しいんだよな。うわー見にくい。そうこっちは結構スクリーンで一体色もパッと見で見やすいんですけど、こっち見にくいんだよねすごく。この系統の色のね特徴なんですよ。見にくいマジで。青系にもっと振り切っちゃおうかな。サイドをもうちょっと低くしてちょっと振り切りますね。サイドじゃなくて、うん、まあ悪くないでしょう。でここまで来たらちょっともう一回ね、ここら辺の色をねぼかすとね下まで来るから、これでいいとして、スクリーンで、はい、いつも通りの僕の目を作っていきましょう。あ、そういえば皆さん本日アップしたイラストを見ていただけたでしょうか。本日アップしたイラストは実はもう3ヶ月ぐらい前に描いたイラストです。お前が悪いのか、お前がちょっと色がサイドにして、何度じゃこの変わんねえな。青系統の色だからかな、なんかこの色まとまりないんだよな。なんでだ、これでなんか柚月って感じはしないんだよね、もうパッと見が。あ、なんかゆずきじゃない、これはゆずきの目じゃない、なんか斉藤健吾さんか描きそうな色してる。斉藤健吾さんか描きそうな色してるって意味がわかんない。ちょっとね、あとね目のサイドがなんかね若干違う気がするの。あ、バランスがクソ悪いことに気がつきましたね。でもね、同じサイズになるようにしたんですけどね、はい、顔がね、こんなのかな。でも曲がり的には多分こんなもんだから、
輪郭はねちょっと再度修正したりするんですけど、あ髪だな、はい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 、原因判明、はい、原因判明ですね、はい髪だ、髪すらちゃんと濡れてないっていうのはあるけどね、しっかりした方がいいんですよ。あとこれ確認するじゃないですか。これ何が塗れてないのかね、じゃあ分かんなくなるんでね。そこら辺はね、はい発見。これお前何、お前どこだ。青系統が残ったね。スカートか。スカートが悪さしてた。あ。よくわかんない電話があるんだよね。やっぱねなんかね目がねゆずきじゃないんだわこれ。もっとあれだな、暗めの青だな。でこのスクリーンもちょっと色変えて、でででででで最後ちょっと落として色相ね、あっこんなもんか、うん、でそう、はい、複製して、ちょっと低くしてやれば、まあ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 、いい感じじゃない？ここが若干ぐらい、一応ちょっと。よし。歪んでるな。輪郭があれだな、若干歪んでるんだ。ここら辺全部変えないとダメそうだな。ちょっと待ってね。これと、
よし、これを持ってここら辺最初に微調整終わらせたんだけどな。花の形が良くない。あとは何だっけ、あの僕の絵柄がそもそもあれなんですよね。基本的に結構パキパキに割れる感じなんで、比較的どっちかっていうとか、どっちかっていうと僕パキパキに割れる方なんで、あのレームズさんの絵柄になかなか合わせるのが難しいと。マジであのレームズさん絵がクソうまいんすよ。レームズ先生マジでクソうまいんすよね。見せ方とかもそうなんですけど、ちょっと待って、なんだこれ。あ、わかった。おお、え、これいつからなってた。もう急になるの怖っ。怖っ。ねえ、ちょっと OBS くんさ、ほんとさ、最近なんかさ悪さするよね。何なんだろう、やめてほしい。怖っ。気づいてよかった。僕はこういう、あー、イの口の歯がめちゃめちゃ好きです。この両方上歯下歯が両方見えてる、この微笑みのにって感じの、このにって感じが好きですね。はい、ちょっと本家様とはちょっとあの若干形はね、あの変えてますっていうか、変えてるっていうか、あの僕はこっちの方を普段描いてるから描きやすいって。本家様はね、本家様、レームズ先生はね、もうちょっとね、あの形がね、あの口に寄ってるんですよ。あ、そう、ここあのスクリーンのレイヤーだったから描けねえわ。あ、ちょっと待ってね。あ、ダメだ、適当になっちゃった。はい、まあまあこんな感じです。はい、ちょっと雑、お前なんなんやねんっていう感じで申し訳ないですね。深夜、もうこの時間帯僕の中では深夜テンションなんで。ゆずきに見えるかどうかがまず第一条件だ。あー、言われれば見えるな。うん、多分ファンの人が見たらわかるけど、ファンじゃない人が見たら気づかないね。うん、あ、なんかこう、これなんか見たことある気がするな程度でしょ。で、あのね、僕はね、本家様と違ってね、あの下唇を入れる派閥です。はい、はい、これは僕はこの派閥ですね。入れない方がいい時もあるんだけど、基本的に入れます。僕は入れる派閥の人間なので。
はい、でここまで来たらカートに取りかかる前ちょっと一旦同じ色にしとこっと。ここら辺も絵柄出てくるんだよな。パキって描くかどう描くかって結構悩みどころなんだよな。結構レオン先生はここら辺はね、パキって描くっていうよりかはあんまりそもそも塗りをしないっていう感じなんですよね。本当にさらーっと影当たる部分をパキっていうわけじゃないんですけど、まあ境界面が割とわかるんだけれども全体的に影のサイドっていうのが低いで、難しいんだよね。結構僕はあのなんだろう、塗り込んでっていう感じにするから結構自然的な見せ方をする絵描きではないんですね。うん、ウィハちゃんに見えてきた。僕もこれ手これだけでいいと思う。髪が足りない。髪変形させたからな、さっき。ここから塗り込みとかもやっていくんだけど、結構最近もね、なんか自然らしさあんま意識しないっていうか、うん、なんていうのかな、自然らしさは意識するんだけど、なんていうのかな、難しいな、ちょっとなんか難しいね、表現が。なんか例えたい言葉が出てこないからいいや。なんかちょっとさ、これ太って見えるよね、やっぱ。あ、こっちもだよ、ね、多分こっちもだったと思うんだよな。何がダメだ？色がちょっと濃いかな。若干薄くするか。影入れるから。でもうちょいこっちははっきりした色にしたいんだよな。
うん、オッケーオッケーオッケー、こんな感じ。これ神様、今一応にしようか、神になっちゃった、神じゃなくて神になっちゃった。今回ゆずきはね、髪の毛描くのがね、多分楽しみなんだよな。貴様どこで嫌だ。思ってたよりちゃんとゆずきになったな。ちゃんとゆずきになったけど、なんか目が気に入らねえ。もうちょっと緑っぽいな。これ情報さん通常でさ、もうちょっと緑っぽい色さ、適当にさ、ちょっと入れてみてさ。ラフのままでいいな。ラフがうまいんだよな。そう、最近の悩み、ラフがうまい。やっぱりなんかラフの時の勢いっていうかがないんですよね。なんでかっていうと、めっちゃ丁寧に描きすぎちゃうから。なんかそれのね、やり方をちょっと僕はね、あのいざ線画でやるとするとちょっと拒絶反応が出てしまいまして、輪郭、輪郭調整。液タブが、液タブじゃない、ペンがやられてるな。これはペンがやられてるな。あ、丁寧に描きすぎた。
これか。違う違う、どこ書いてたっけ。ああ、なんかこれはちょっとゆずきのイメージじゃない、こんぐらいだな。もうちょい全体的にチークにしたいな。結構いい感じでね。だから目力がないな、彼女の目力がない気がする。どう思いますか皆さん。背景な、一巻を思い出させる背景にしようか。ちなみに一巻の背景どういうのかっていうとね、あれなんですよ。耳的にはもっとこっち側なんだけど、一応手がかりにしようか。腰ぐらいなんだよな。ここくらいでこうあって縦ラインあるんだよね。トンボが邪魔だな。はい、
喉イガイガしますね。で、言いにくいから。違うな、これでこうでこう、とりあえずちょっとこの色でやって、あ、見にくいな、ちょっと消そう。自然的にね、もうこれで立体的に見えるから。やろうと思えば世の中何でもできてしまう。で、ちょっと暗めの色がいいんだよな。てかあの色味が違う色がいいな。来るわけだから、適当に立てて、適当にね、こんな感じで引いておけばなんとかなる。流した。すごいことに、もうこれで老化できちゃう。まあ面白みは何もないけどねっていう。
面白みは何もない動画の出来上がりです。で、ね、これだと明らかにキャラクターとのあれが配置が合わないんで、キャラクターにしっかりと合わせていきましょう。重いな。帰り道分かれてもそっと耳に残るその声をまた聞きたくてまた恋しくて胸が苦しくなるよ。重くね。配信してるからかな。なんかそんなに重くない処理のはずなのにめちゃめちゃ重い。よし。でもね、これだけだとね、ちょっとキャラがだいぶ浮いちゃうんで、もうちょっと本当はサイド高い方がいいんですよね。サイド高いというか、サイドのコントラストのバランスがちゃんとやった方がいいんですよね。まあ、そこら辺はね、フィルターとかでめちゃくちゃにごまかす。とりあえずスクリーンで青系の入れるじゃない。で、もう一枚、オーバーレイの方がいいかな。オーバーレイにして今度はオレンジ系の発色の色をガーンと乗せますね。でそしたらね、あの5とか4とかそのぐらいにするだけでだいぶ変わる。ほらっていう手法を使います。なんだったら失礼、あのキャラの前にもう一緒に置いちゃう。でちょっとこいつをねもう一回コピーします。この背景とラフを一体描いたらですね、コピーするんですよね。うん。なんでコピーするかっていうと、後々楽だから。もうほぼほぼこれは完成なんで、この完成体のをいっぱいやった後に、重い作業をします。はい。ラフと、キャラと背景を拡大し、動かします。重の鎌足りですね。あ、やべ、手が不しすぎた。でもいいや。多分ね、背景見切れちゃうんじゃないかな。意外ともうちょいいけるな。あ、行き過ぎ。いや、行っとくか。ちょっと一回ちょっと柚木をもうちょっとこっちのラインに寄せてからにしよう。アニメ見てゲームは特にしたいものはないわ。あ、OBS。 これなんで切り替わっちゃうんだろうね。
この OBS のバグどうにかしてほしい。ただあれなんですよね、今 OBS エレメンツ Windows 版の OBS のやつがあるんですよね。あの OBS の改良版っていうか、あれはどこだっけな、ある会社のが作ったストリーム系だったのかな、ちょっと忘れちゃったんですけども、が作ったやつがあるんですけど、それの Mac のベータ版が配信はされてるんで、配信っていうか一定の方々にダウンロードできるようになってるらしいんですけど、ちょっとやり方がめんどくさいのと、デバッグだったりとか、そこら辺ちょっと僕は忙しくてやる気になれないので、正式リリースを僕は待ってます。あ、もうちょいね、もうちょい、はい、行き過ぎ、うん、OK、自分で言うのもなんだけど結構かけたな、本当に自分で言うのもなんだけどね。でめちゃくちゃ重い処理ですね、はい、超重い、超絶重い処理をしてます。やっぱ 600dpi 変えた方がいいかな。待って、ホットキーの設定かな、シーンの切り替え、600dpi でいろいろやると重すぎてパソコンの処理がえぐいことになりますね。 600dpi って解像度でいうと実はめちゃめちゃ高くって、普通のイラストですね、普通のいわゆるイラストは 350dpi で制作されているんですよね、うん、ただ僕に関しては 600dpi で基本的に描いてるんで、で例えばいつも投稿するイラストって僕結構解像度高いんですよ。なんでかっていうと600を350に落としてるんですよ。でも基本的にその一般のイラストレーターさんの方々っていうのは 350dpi で描いたのを落としてアウトしてるっていう、それかまたまたは等倍でアップしてるっていう。そう、僕はなぜ600でじゃあやってるかっていうと、小さいものの書き込み度合いですね。小さいものを書き込みたいときにやっぱり600の方がめちゃめちゃ書き込める量が多いんで、中性小説、うん、あ、そう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 、あの新しいラノベ、新しいラノベですよ、なんだっけ、あの名前が出てこない、あの人生クソゲーで、あの VR ゲームに入ったらっていうかをやったら人生の何千倍とかクソゲーだったみたいな、なんかあのいわゆるナロー系のラノベみたいなのを、あれ多分ウェブ初なんだろうね、をが8月かな、多分8月夏頃に多分初版発行一巻が発売された気がするんですよね、多分そんなんだったんですけど、それがもうアニメ化っつってて、しかも来年って言ってるんですよ、早くねっていう、しかも一巻しか出てない状況でアニメ化って頭おかしいんじゃねんってちょっと正直思ってるんですよね。あ、大丈夫かなねっていう、
だってそんだけもうアニメで売り上げできます、ウェブ初で超人気ありますって言ったら、このらの入れるからね、トップ順位に。ウェブ初とはいえ入ってないからね、トップ10に入ってないですからね。うん、それだけの売り上げがあったら入りますよ。だって去年のおさまけがそうだったからって。なんか謎だよね。売上的には多分40〜50万部近くいくんじゃないかな。だって天下の電撃文庫でさえね、魔王学部が50万部を突破してからアニメがいたしましたからね。いや厳密には50万部を超える想定で動いてたっていうのはあるんですけど、ハーフミリオンか。うん、で友崎くんだってミリオン達成するしてからかアニメが決定っていうのになったわけですからね。なかなかどうして難しいものですよ。待って、変形が終わんない。そう、あのこれなんですよ。他のプロのイラストレーターだったら多分もう今頃ね、あの別の作業に移ってると思うんですが、僕の場合はこの変形が、何分もかかります。重い。しかも配信をやってるっていうこと。あ、なんかね、配信はそんな関係ないんだよな。配信やっててもやってなくても、まあまあまあ重い時は重いんで、なんだこれって思いながらいつも待っています。でこの時間でいつも何をしているかっていうと、まずツイッターチェックだったりとか、あとはあれですね、あの今投資やってるんで、投資のやつのちょっと確認をするのとっていうので、まあ絶対的にっていうか、まあラフを大体書いて、あの線画とか書く前まで行く段階の時に必ずこの時間ってできるんで、もうその時間を有効活用はしてますね。まあ、今回配信で言えばトークタイムを作る。今目が覚めてるから、はい、深夜タイムに入ったんでね。あ、日が変わりました。本日12月5日誕生日の方おめでとうございます。ハッピーバースデートゥーユー。もう深夜テンションなんでちょっとよくわかんないこと言ってると思うんですけど、まあまあ僕はいつもこんな感じなんで、じゃんじゃらじゃん。そう、あとね、まだね、ラノベの動画とか撮りたいんですけど、なかなかちょっと撮れる時間が今なくって、今日撮ろうかなとも思ってるんですけど、絵を描くのがね楽しすぎちゃってさ、しかも実写でやるかどうかそれ考えてないんですよ今。そう、あと一応台本まだ全部書き終わってないから、そもそも今日中に撮れるかどうかすら危うい。今日ずっと起きて作業してならできるんですけど、基本的にその僕の中ではやっぱりイラスト優先でやってるんですけど、その中でもブログやったり YouTube やったりっていう、そういうのをやっていく中で、なかなかやっぱり時間配分っていうのが難しいんですよね。イラストに関しては毎日絶対描かないと腕は黙りますね。絶対に黙る。うん、体感力っていうか、そういうものっていうのはしっかりとその毎日の積み重ねになるんで、そこら辺は多分僕以外の方もそうだと思うんですけど、ちゃんと毎日あのペンを握ってなんかやんないともう死ぬ。うん、僕は死にます。普通にコミティア終わった日ですね、コミティア参加して、その日何も、あ、その日は厳密にはちょっと書いてるには書いてるんですけど、ほぼ書いてない状態でほぼ1日終わって、翌日書いた時に、あー、なんか書けねえなーっていう感じだったんですね。まあそういう時はね、基本的に塗りをやったりとかそういうことをするんですよ。1から何か書こうとする時には絶対に間を空けない。1日空いて書こうとすると絶対無理なんで、1日空いたりする時は塗りとかそういうのをやるって、できるだけ本当に1から作り出そうとするとマジで厳しいですね。輪郭とかがね、マジでぐちゃぐちゃになるんですよね。本当怖いわ。まだ変形終わんないですね。はい。僕の画面で ロードのぐるぐるっていうやつがずっと流れてるんですけど、皆さんの配信画面には映っておりません。はい。こういう邪魔するスクリーンセーバーって。歌舞伎はあの人だっけ。ってことはね、いろいろあるんですよ。ちょっと今企画してるって言ってたこともあったと思うんですけど、あれもちょっと今パソコン、あ、終わった、話そうと思ったら終わっちゃったよ。はい、今変形が終わりました。よし、あ、重い。
変形直後は重い、あるあるですね、はい、でこの2つはちょっととりあえず背景のところに置いておいて、ちょっと待ってね、うん、OK、 よし、ちなみに僕は最近ね、あのこの段階ですでにあのハイライトとかそこら辺のものを全部もうやっちゃう。あー、ちょっと黄色ダメだな、やっぱオレンジ系にしないとダメだな。結構普通に今加湿発酵で入れて、それに今 30?40? あー40ダメだ、上がりすぎる、20?15 とかかな。ちなみに全部のレイヤーの上からかけてるんですけど、こうなるんで、やっぱこれあれだな、上だな、うん、あ待って、スクリーンこれだな、5とかだな。でちょっと上山で全体的にちょっと青系の色で暗くしとこう、お前かな、明るめなを使って暗く入れて、それを15にしましょう。15にしてかな、ちょっとで1分超えて、ちょっと背景がちょっと全然パキッとしてないからな、それが悪いんだけど、どうしようか、ちょっと待ってね、なんだな、キャラが浮きすぎちゃう、全然馴染まないな、サイドっていうかの問題かな、これは。下げてあげて、ごめんなさい、こっちは明度いじんなくていいわ、こっちだな、こっちをちょっと明度を暗くしてあげて、いや再度高めて明度を暗くする、はい、これかな、よし、うん、ここがパキッとしただけでだいぶ印象変わりますね。うん、よしよしよし。あ、今ね、ナビゲーターっていうあの全体的に見られるやつがあるんですけど、それがちょうどいい。はい。はい、ということで、ラフまでですかね、とりあえず。もうね、日付変わっていいお時間ですからね。実はほとんど進んでないっていうね。重い。今あれです。保存してます。半分ぐらい保存できた。半分から進まない。進んでー。あ、今7割、8割来ました。9割来ました。はい、オッケー。はい、そんな感じです。よし。あ、でかい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 。あ、そう。あ、そうだ。ダメじゃん。いや、そのまま書こう。うん。いいや。やっぱそのまま書こう。これはあれだわ。あれのあれだったわ。ね、ちょっと一回ね、これこうやって、ちょっともう一回保存しよう。あ、ちょっと待って。俺ミスった？あ、よかった。全部のレイヤー統合しちゃったかと思って焦ったわ。怖いぜ。
ってちょっとこれ一旦保存して、でちょっとこれ JPEG で書き出すんですよ。最近やり始めてるんですけど、重っ、はい、そう、なんでさっきでかくしたかっていうと、最近ねちょっと印刷物のことをちょっとやっぱり考えるようになって、はい、これトンボですね、はい、これのこと考える機会がめちゃめちゃ増えたんで、これがあるとないとではもう、ディの差になってくるわけですよ。どういうことかっていうと、これを印刷しようと思った時、この枠あるじゃないですか、これ見える、映ってないね、あのこうすると見えると思う、見えるね、あのここの枠、ここの枠までしか実は印刷されないんですよ、 B5 って。でしかも B5 サイズって、このままが B5 サイズなんですけど、この内落とし 3mm って言って、あのこの枠の部分しか印刷されないんですよ。で印刷された結果が出てくるのが、このでっかいこっちの A4、B5 サイズのっていう、よくわかんない、意味わかんないよね、俺も意味わかんないんだ。なんか結構幅広めに書いてるっていうか、実際この後書き出し、全部本当は書き終わった後にその調節はするんですよ。で要するにこのさっきこの調節したこれは全部もろもろ線画っていうか、あのキャラの塗りとか終わって、背景もやって、もろもろ全部書き終わって、書き出し準備ができた時に変形させて構図をちょっと変える、構図変えるんですよね。基本的にこれ縦ラインでちょっと書いてて、まあこれももともと縦で書いてたんですけど、ここに戻したんですよ。あ、これは違う、これか、ん、いや、あ、これもともとこれで使っちゃったんだ、そのまま行ったんだ、ごめんなさい、これの場合はちょっと違いました。でまあこっちはそのさっき言ったようにやった感じです。あのね、あとね、ゆずきのこれエナメルバッグさ、色がわかんねんだ。エナメルバッグの話出てきたの1巻だけだったんだよね、調べたら。でしかもエナメルバッグの色について振られていないと。これはね、もう作者のヒロム先生にね、あの突するしかないでしょってちょっと思ってるんで、ツイッターでね、リプ送るか DM 送るかして、ちょっとね、すいません、ゆずきのエナメルバッグの色って何色ですかってちょっと聞いてみたいと思います。あ、ええな、意外とよく描けたな。本当にゆずきって髪型が本当難しいんですよ。これもね、まあまだ正直ちょっと納得はいってないんですけど、まあパッと見でゆずきってもう俺はすぐ分かる、まあ本を書いてる本人だからっていうのもあるんですけど、もう髪型のシルエットの方がね、彼女は本当に難しいんですよね。あ、なんか縦の方が綺麗に見えるな。あ、でもいいな、うん、やっぱりさ、これ話は戻る、もう全然関係ないんですけど、その、みんな基本的にさ、千歳呼びなんですよ。基本的にサクって呼ぶのは優子だけなんですよ。そう、そこがすごく個人的にヒロインの中でもやっぱりなんていうかな、いろいろと思うところがあるわけですけれども、その中でさ、2巻やばかったねって。で2巻終わった後にまた名前呼びがさ戻るわけじゃん、千歳って。とかそもそも千歳っていう名前ってずるくない？その千歳って名字とも取れるし名前とも取れるじゃん、強い強いね、強い名前なんですよ。でね、それで呼び合ってるわけじゃないですか。いいね、いいと思うんですよ僕、本当にめちゃええ、やっぱめちゃええわっていう話です。なんかこっちの方が気合入っちゃったな、なんだかわからんけど気合入っちゃった気がする。感覚的な問題なので何とも言いませんが、はい、
こっちは結構思いつきで書いちゃったとか、あのこっちに関しては色トレスまでちょっとしちゃったっていうよくわからない商業なんですね。あと手がうまく書けた手がうまく書けた。あ、違う、待って、そうだ、ウッチーのも作っ、ウッチーっつっちゃって、ウッチーはねちょっと若干でかいの、ね、はい、これがあの実際に例えばイラスト投稿しようと想像考えてる時のサイズ。あ、違う、ちょっとこれが今イラストのファイルですね。でこっちが実際に書き出そうとしてるとき、まあもうパッと見でわかるぐらい足とかの頭の写り方が、ね、だいぶ違うと思うんですよ。そう、そんな感じでやってますね。あれ意外と書けるぞ、思ってたよりも書けるぞ、嬉しいな。次アスネーか、次の回はアスネーになるのかな。うん、とりあえず誰書くか決めてないんだけど、そう、まあそもそもあの書く順番は正直そんなでもないのか、アップする順番だよね。うん、今回一応なんか連作みたいな感じにしたくって、二次創作の連作にしようと思ってて、まああのやっぱりちなむねね、あの僕も1巻の時から良かったなって思ってるし、やっぱり2巻から本気出してくれたかなっていうのは本当にすごく個人的に嬉しくて、だからもっと評価されていい作品だなっていうふうには思うんですよ。あんな青春の素晴らしい作品はね見たことがない。うん、もうやっぱり青春系の作品って結構方向性っていうのはいろいろあるんですけれども、その中でもチラムネってそれぞれの巻においてしっかりとその見せたい部分っていうのを詰め込んであるんですよね。そこがやっぱり非常にあの評価できる素晴らしいポイントだと思いますし、あのすごく僕が好きなところなんですよ。うん、一巻で言ったら踏み出す勇気ですよね。あのなんかその一巻のなんていうんですかね、題材がその勇気っていう部分があって、でそういう部分ってやっぱり誰しもが思ってたりする部分、あの部分っていうか、誰しもがその劣等感を抱いたりとかっていうのはオーカルスの中であるんですよ。あ、なんか今ちょっとバグを見つけてしまったな。まあいいや、いや、まあそういうのってオーカルスの中で存在するんですよね。けどそのあ、ちょっと気になっちゃった、ごめんなさい、気になっちゃった。インフォがねこれあれか、プロパティか、フィルターだ、フィルター、3800っぽいな。はい、あ、うん、3800っぽいな。よし、そうでね、その一巻はそのあれだ、あ、名前が出てこない、剣、山剣、山田、あれ合ってる、うん、山県だね、山崎健太で、しかもこの山あのこの子なんだ、すごいよっていうか、ちゃんとそのモブキャラなんだけど主人公たりえるものを持ってるんですよね。秘めてるものっていうのがでっかいっていうのが個人的にすごいやっぱでかかったかなっていうのはありますね。結構一巻ってあのチラムネの中でも実はすごく得意性のものなんですよ。得意性っていうかあの結構実は一番チラムネで チラムネらしくないんですよ。2巻3巻ってやっぱり読み進めていっちゃうとどうしてもそっちの印象が強くなってしまうんですよね。でやっぱり1巻っていうのはあのライトノベルっていうか、そもそもそういう書籍だったり、まあ、漫画でも何でもそうなんですけれども、やっぱり1巻って重要なんですけれども、1巻ってなかなか詰め込む情報量っていうのが実はすごく多いんですよね。なぜかといったらやっぱりキャラクターの紹介とかそういうのがすっごくいっぱい必要だからですね。例えばあの身近にいる友人キャラとかでも何でも大体紹介文が入る、はい、チラムネ冒頭めちゃめちゃ紹介入ります、はい、めちゃめちゃ紹介入ります。もうそこでも結構文字数使ってるって、そこら辺多分冒頭50ページぐらいは多分キャラクターの紹介でほとんど終わってるんで、あ、これマジな話ですよ、うん、だから50ページでこれ何ページだっけ、300
350ぐらいなんで、7分の1、7分の1キャラクターの紹介で終わってますからね、この作品すごいでしょって、うん、でそこからのその千歳作っていう人物がこういう人物なんだっていう認識を与えてくるわけなんですよね。それがちょっと僕はなんかあの一巻読んだ時はちょっと結構やっぱりワクワクがすごく実は高く多くて、青春系の作品好きだし、友崎くんが発行された後だったんで、あこれは俺あのガガガの三大青春ラブコメになるんじゃないかっていうので、やっぱり非常に期待っていうかが高かったんですよね、うん。まあ、あの評価のねあの話で聞くと、期待っていうのは諦めから生まれる言葉って出るらしいんですけどね、あの僕の場合はすごく楽しみだった、うん、まあ期待っていうよりかは楽しみだったの方が正確かな、うん。でまあすごく楽しみで、で実際読んでみたら作品のクオリティがいかんから高かったと。でもね、あのやっぱり読んでてね、多分これこの人が書きたいの多分これこんなんじゃないんだろうなっていうのやっぱりあったんですよ。そのにじみ出る熱量だったりっていう部分、要するにその2巻3巻に続くためのしっかりとした土台になってたんですよね。これすごいことに、そう結構そのやっぱりその先ほど言った1巻に詰め込まれている情報量ってやっぱり多いんですけれども、じゃあその情報量って具体的にどういうためのものなのかって言ったら、今後の展開につなげるためのものでは、ないですか。でこれは別にチラムネに限ったことではなく、どの作品でも、まあ、そういうものなわけですよ。でそういう中で、しかもチラムネに関しては1巻2巻3巻4巻全部テーマが決まってるんですよ。でテーマが決まってて、でそこに向けた段取りっていうのをしっかりと、やってるんですよ。だからこそやっぱりチラムネ面白いんですよね。でなおかつ一巻の作の千歳作っていう主人公の印象がすごく埋め付けられてるんですよ。けど2巻3巻4巻では一気にガラッと変わるわけですよ。でも千歳作っていうキャラクター自体には変わりはないんですよ、芯があるから。もうここの描き方っていうのがもうえぐい、マジでえぐいですね。もう両手で拍手が足りないぐらいですよね、うん、マジで逆立ちして走っちゃうぐらいのレベルでおーって思いますからね、本当にそんぐらいすごいです。で、あのやっぱりその一巻だと結構そのネタギャグ系要素が多かったりとかっていうのはあるんですけれども、やっぱりそういう千歳作っていう主人公がどういうものなのかっていうのと同時に、じゃあその千歳作っていう主人公の周りを彩る人物たちっていうのは、じゃあ一体どんな人物なんだろうっていう部分につながってくるわけですよ。でそこがやっぱりその青春っていうもののくくりかっていうよりかは、人間関係のくくりっていうか、そういうものなんていうかな、まあちょっとあんま言い方良くないかもしれないんですけれども、その人間の評価になるんですよ。例えばこういう人物と付き合ってるから、この人はステータスが高いみたいな、まあステータス、うん、そうだね、ステータスだね、うん、結構そのありがちな話ではありますね。僕は好きじゃないんだけど、いわゆるステータスってやつですね。勉強ができる、運動ができる、顔がいい、スタイルがいいとか、そういういろんなステータスがある中で、じゃあなんで千歳作は、こういうなんだ、5組の千歳はやりちん野郎がうんぬんかんぬんには裏学校の裏サイトで叩かれまくってるけどみたいな、はい、正直あの学校の裏サイトで出てきた時も最初にね、振るって思ったけどね、正直。でもまあそこら辺もまあ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 っていう感じなんだけど、でもやっぱり実際そういう文化って今でもあって、普通に学校の裏サイトで使われてるわけなんですよ。で結構裏口とか、なんだっけ、陰口すごい多かったりするんですよね。でそういう部分っていうリアルな部分っていうのを初っ端から突きつけてきて、じゃあなんでその中でも千歳作が主人公を足り得るのか、なんで彼があんなにかっこいいのかっていう土台の部分をしっかりとやっぱり一巻でしっかりと作ってるんですよね。雨か、ね、降れば地か黙るって言いますけども、そういう部分をしっかりと積み重ねていってるっていう部分なんです。でやっぱりこのチラムネの中でもさらに魅力的な部分の中の一つとして、あのめちゃめちゃ青臭いセリフを平然と吐くっていうのがあるんですよね、うん、でやっぱりそこがしっかりとそのキャラクターがその土台がちゃんとしてるから、そのキャラクターがそういうセリフを言った時にもしっくりくるんですよ。あーわかるとか、なんだろう、その例えば何、千歳と春とかだったら結構その異性の友人、あ、まあ、4巻を読んだ後で友人って表現するのがなかなかあの形容しがたいものではあるんですが、その友人関係の中でも例えばボディタッチだったりとかした時に、そういういやお前なんか全然女の子を見てないよみたいなね、あのなんか夫婦漫才みたいなのをしたりするわけですよ。
でそういう中の良さっていうキャラクターの良さっていうのをしっかりと出してきたりっていう、そういう描き方っていうのが非常にうまいんですよね、うん、でやっぱりそのこの作品っていうのは要するに青春なんですよ。要するにもう青春ってでっかいくくり、本当にもういろんなくくりなんですよ。ぜひ青春っていう言葉はね、あのぜひ単語辞書でも何でもいいのでぜひ調べていただきたいですね、本当に青春って一くくりじゃないんですよ、ね、一くくりでそのただ青春って一言言っても恋愛も勉強も部活も何でも含まれるんですよ。趣味だって青春に入りますからね。これすごいでしょ。要するに青春っていう定義っていうのはすごく広大なんですよ。いわゆるあの引きこもりの広大な定義みたいなのがね、この前もね、また久々にツイッターで流れてきた、って思ってたけど、まあ僕は広範囲に入る中の引きこもりですね、はい。まあそんなことはどうでもよくて、でそんな中、千歳作という主人公がどういう人間性なのかっていう土台がちゃんと一巻で作られた中で、じゃあその人物は一体どういう風に成り立っていったのか、じゃあその人物は普段どういう風に生きているのか、じゃあその人物はどんな考え方をしているのか、あ、ね、同じような、まあ、なんだ、どういう何なんだものに憧れているのかとか、そういうものっていうのをしっかりと描かれていくんですよ。で1巻2巻3巻4巻ってテーマになってるわけですよ。で1巻の勇気っていうテーマが本当にすごくよくって、でここからの2巻がやばいのよ。結構3巻4巻っていうのもすごくいいんですよ、すごくいいんですよ、いいんだけれども、1巻からの2巻っていうのがすごく流れとしては非常に素晴らしかったんですよ。その勇気っていうものを1巻で出したことによってからの2巻なので、まあ、過去への決着だったりっていう部分をしっかりと踏ん切りをつける、まあ、前を向いてとかさ、そういう メンタル的な部分だったりっていうのをしっかりと根深いところまで描いてくれるから、チラムネはすごいのよ。でなおかつそれって、今回のその2巻、今回だと4巻になっちゃうのか、その2巻だと、その今回僕が書かせていただいている七瀬ゆずきっていうヒロインの、過去を掘り下げていくわけですよ、まあ、主人公千歳作はこういう人間である、まあ、こういう人間であってこんな感じの人間であるっていう一家の土台で、じゃあその主人公の仲間たちはこんなものがいる、こんな人たちがいる、じゃあこの人たちはどうなんだろうっていうので2巻3巻で続いていくわけですよ。でその2巻ではゆずきのことが掘り下げられていくわけですよ。でなんでそんな掘り下げの中で、千歳作という男と出会ったのかっていうことだったりとか、なんでこういう関係性になったのかとかっていう部分がしっかりと描かれていたりするわけですよ。でそこで行われるいわゆるコメディ的な要素っていうのも非常に面白いわけですよ。それが会話の掛け合いなんですね。この千歳作っていう主人公が本当にそういういわゆる陽キャのもうハーレムのハーレムじゃない、カーストの頂点に立つような、でも結構その彼的僕のまあその個人的な目点から見てもやっぱりそういうしっかりとその物事を広く見てたりっていう部分っていうのが広くなんだろうあったりけど子供っぽい部分があったりっていう、すごく高校生らしいんですよね。やっぱり大人びてる部分もあるけれども、その反面やっぱり子供っぽさ、そういうものもしっかりと出ているよねっていう、でそういうところをしっかりとその描いている部分が個人的にすごくよくって、でなおかつそのカーストトップにいるけれども、まあ別に下のものをなんか特にこうやってわざわざ見下したりとかってことはしないんですよ、まあ、そもそも見下すっていうのはなんか おかしな話なんですけれどね、まあその彼は別にそのいじめがうんぬんかんぬんとかそういうのは興味がないタイプなんですね。聖人君子とかそういう話ではないんですけれども、要するにその物事をしっかりと捉えようとするなんていうんですかね、メンタルの持ち主なんですよ。要するに例えばその山崎主演一巻の話で、山崎健太っていう主人公じゃない、キャラクターがいて、でそれはそいつは引きこもりになってしまったと。なんで引きこもりになってしまったんだっていう。でもその引きこもりをそのクラセンっていうね、担任の先生がちょっと更生させてこいって言ってね、面倒な仕事引き受けちゃったなと思いつつも、しっかりと彼はちゃんと向き合うんですよ。面倒ごとに向き合った結果ですよ。どうなったかって言ったら、構成させることができたんですよ。で、なんで構成させることができたのかっていう過程をめちゃめちゃ丁寧に描いてるんですよ。で、なおかつその一巻のその勇気っていう題材にしっかりとまつわってくる、そのなんていうかな、山崎健太っていう主人公がどうして不登校になってしまったのか、不登校になった原因としてはどういうものが挙げられるのか、じゃあその不登校になった原因はそもそもとして、じゃあそういう何引きこもりになりがちとか、例えば僕みたいな偏屈なオタクとかが、いわゆるリア充とか何そういう
何カースト上位の人間に対して不満だったりとかうんぬんかんぬんとかそういうものっていうのをちゃんと理解し合おうとしてるし、ちゃんとそういうじゃあなんで互いを僕たちが理解できないのはこういう部分がダメだよね、じゃあこここうすればいいじゃんっていう提案とかをちゃんとしてくれるんですよ。ですっごいそういう部分の積み重なりっていう部分がすごく多いんですよね。でそれをしっかり長期間続けて、山崎健太っていうキャラクターを構成させることができたと。でなおかつ構成させるだけじゃない、もう別人のように生まれ変わらせる、もうこんなのはすごい。でなおかつちゃんと主人公たちとも並べる、肩を並べるだとちょっと表現がまだ正確でないかもしれないですね。肩を並べるっていうかは、まあスタートラインに立って同じ土俵に立つんではなくスタートラインには立ったっていう状況なんですよね。まだ彼は、まあ、彼はそのいわゆる陰キャオタクでちょっと太ってて、でもちゃんと痩せて、でちゃんとファッションとかもめちゃめちゃ頑張って、けど元々の趣味だったりっていうのをちゃんとやってっていうようなことをやって、なおかつその中で千歳作っていう、まあ、神ですね、まあ、神とそのいろいろやることによって、その自分のその考え方だったりその立ち振る舞いだったりを変えていくっていう部分を描いてるんですよね。でそういう踏み出す一歩である勇気を描いてるのが本当に素晴らしい。もうだからちょっとなんか深夜テンションでなんか話が行ったりそれたりして申し訳ないんですけどね、ちょっと今の話でもねすっごいなんか勇気っていうテーマがあって、でこのキャラクターの魅力はこうでみたいな、なんかちょっとそれちゃったりして申し訳ないんですけど、本当にねチラムネはねいいよ、あマジでチラムネはいいよ、マジで全人類読んでほしい本当に。ああもうなんだろう、もう本当にねいい作品よチラムネは。なんだろうな、手放しに褒められる作品。例えば僕が青春作品好きじゃなくても普通に文章としても楽しめるしっていう部分が本当に多いんですよ。僕厳密に言ったら恋愛作品が好きですからね、青春作品の中でも恋愛作品が好きです、ね、まあかといってこのチラムネが恋愛作品全く描いてなかったというとそれもないわけではない、そういうわけではないんですけれども、かといってまたその恋愛だけを描いてるわけじゃないんですよね。青春という広い枠組みを描いているわけなんですよ。うん素晴らしい。結構その僕の好きな作品、まあ、いくつか挙げると、まあ青春作品で言うと、まあ俺がやる友達くん、まあちょっと他の要素も混ざっちゃうけど、あの青豚とか、まあ僕リメとかもそう、一応部類は入るね。あとはそうね、あの最近だと剣の彼方とか、6番線に春明けそして君は、そして今日君はいなくなるとか、あれだ、これもちょっと恋愛要素っていうのがちょっとメインになってくるけど、まあ一応僕の中では青春という括りになるんですが、小悪魔の後半に懐かれていますとか、どこかな、まあちょっと別にそれるのであれば、君死にたも流星群もある意味あれば青春作品には含まれますね、妖術もある意味含まれるからね。だから結構幅広いんですよ本当に青春作品って。でそういう作品の中でもチラムネっていうのは結構もののその幅が広いんですよね。そもそもの幅がだいぶ広いんですよ。恋も描くし、ちゃんと自分たちの過去も描くし、ね、未来のことも考えるし、コンプレックスについてもしっかりと向き合うしっていうことで、なかなかセンシティブな部分に触れていくんですよね。なかなかできることじゃないと個人的にはやっぱり思いますね、やっぱりそういうセンシティブな部分に触れるっていうのはやっぱり、まあ、青春作品といえど結構リスキーだったりするわけですよ。まあ割と最近の作品だと三角の距離は限りないゼロとか、まあいいのだって二重人格っていうものを描いたあれだって一応青春作品にはなるわけなんですよ。そこら辺だよね、本当すごいのよ。ヒロム先生はマジですごい、本当に。あの人だって僕と別にそんなね、20歳20歳年が離れてるわけでもないんですよ。ほんとすげえな、ってか本当に薬勇気先生とヒロム先生は今後の作品を担っ、今後のラノベ界を担っていくよ本当に。担っていくとかそういう問題じゃなくて、作品クリエイ
ティブなものとして本当に非常にすごい作家さんですね。うん、青春系作品、あの2人が脚本作って、あの映画、オリジナル映画とか作ってもらいたいもん、正直ね。あー、あれだな、渡り渡る薬中系ヒロムのガガガのスペシャリ、あの青春スペシャリストが集まった、なんか超すごい青春、あの劇場アニメーションみたいな、あのちょっと作ってもらいたいですね。はい、個人的に見てみたいな。うん、なかなかね、そういう作品ってなかったから、今ちょっとねパッとクオリティアコードっていう名前が出てきたんですが、あれは作画がちょっとゴミだったんで、なんだろうな、オリジナルアニメって結構不完全燃焼っぽくなったりすること多かったりするんですよね。うん、あ、そうそうそう、 あれだ、ちょっとそのアニメの話だ、アニメの話になるんですけど、キルラキルはそういう点では非常にやっぱり良かったなって思いますね。不完全燃焼にならなかった、しっかりと24話で物語も見せてくれたし、ぶっ飛んだものも見せてくれたし、アニメーションとしても素晴らしかった。やっぱグレン・ラガンのスタッフはすげえよ、優秀、優秀って言葉じゃ足りないぐらい優秀、本当に。まあ、プロミアまだ見れてないんだけどさ、やっぱあそこからだからトリガーすごかったよね。もちろんそのなんだろう、作品によって結構違いは出てくるんですよ、オリジナル作品。例えばキルラキルはああいうバトルアクション学園ものなんだけれども、昔らしい絵なんですよね、あれってすごくない？でなおかつあのなんだろう、バトルもの作品ありがちだとは思うんですけれども、めちゃめちゃフォン、ラグランパンチっていうフォントがあるんですけど、文字をドカンって出すんですよ、あれすげえなと思いましたね。まあそのグレン・ラガンの時もそうだったんですけれども、結構アニメの中でもあそこまで文字をバンバン出すのってなかなかないんですよね。だからすごいなとは思いましたけど、でなおかつバトルアクション面白い、設定が面白い、ぶっ飛んでる、イエーイっていう感じだったり、うん、でアニメーションも面白い、曲も素晴らしいってなったりして、でその後に例えば絆イバとか、絆イバっていう青春、 あれも青春作品だね一応。絆イバもすごかったな、あれは、あれすごいよな、うん、僕はめちゃめちゃ好きなんですけどね、うん、ああいうなんだろう繊細な、まあそもそもあのアニメーターさんとか、あのゲンガーマンさんとか、あ同じか、うん、とかあのキャラクターデザインの方とかで だいぶ変わってくるんで、そこら辺は、まあ、あのまあ作品によってまあ変わるのは当たり前なんですけれども、繊細な部分まで描いたりするからやっぱトリガーすげえなと思いますね。まあそこら辺もグレン・ラガンのスタッフいらっしゃるので、うん、ぜひあの、まあ、興味がある方は見てください、うん、って感じかな。まあ、とりあえずゆずき書き終わったんで、まあ、今回の配信のまあ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 本文は達成できたんじゃないかと思いますね。自分で言うのもなんだけど、よく書けたな。ほんと自画自賛みたいなんだけど。よし。ちょっとね。僕はまだちょっとイラスト描いたりとかもちょっといろいろやりたいことあるんですが、まあちょっとなかなか今ね絵だけやるのも難しいんでね、うん、うまくバランスを取りながらちょっと全体的にやっていければと思ってはいますね、うん、まあ、なのであのぜひ今後ともよろしくお願いしますって感じです。はい、というわけでございまして、今回は七瀬ゆずきを書く配信でございました。違う、チラムネのヒロイン全員書く配信、七瀬ゆずきを書き体験でした。はい、というわけで今回もご視聴いただきましてありがとうございました。ちょっといつツイッターにアップするかわかんないんですが、まあまあお楽しみにしていただければと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。では皆さん良い夜をお過ごしください。おやすみなさい。